はい、どうも、エルザレトウです。それでは、デスストランニングやっていきましょう。そうですね。休憩をしたところだったんで、この後ちょっと上に登ってイベント進めましょうか。その前にスタミナ上げて、んじゃ、行きますか。なんかアイテムがなんとかって出てた気はするが、まあ大丈夫でしょう。出るマークが出ないときはちょっとめんどくさいな。清潔にしておこう。なんかいいね、めっちゃ入ってたね。さ、これでどうだ。フィギュアがもしかして増えてるね。ああ、さっきのあのムービーのシーンか。BB 子、あれ？BB がいない。こいつのことか。急にすまん。フラジャイルに飛ばしてもらった。念願のビーチを通ってね。と言っても彼女のビーチだが。分かってる。ビーチ見学がしたかったわけじゃない。実は BB に重大な問題が発生している。はあ、エピソード6、デッドマン。なんかエラーが出たんだ。前にも話したと思うが、BB はこのインキュベーターを通じて本部にあるスティルマザーとカイラル通信を介してつながっている。ブリッジベイビーはその名の通り、この世とあの世の架け橋だ。我々がいるこの世界でも、BT たちのいる死の世界でもなく、その狭間、生と死の均衡点にいる。そのどちらに偏ってもいけないんだ。ところが BB28 はここしばらくみるみる生の世界に近づきつつある。つまりあんたんだ。俺たちはうまくやってる。俺たち？サム、BB はあくまでもただの装備だ。ブリッジだがベイビーじゃない。BB に何が起きてるんだ。兵器である BB が生物のように成長を始めてるんだ。体重も増えて脳波も活発になってきた。記憶も蓄積している。 BB28 はベイビーとして自我が芽生えつつあるんだ。それそんな特殊なことなんだ。それが問題になるのか。BB は装備だ。人為的に作られたものだ。このポッドの中でしか活動ができない。ここから出せば 70% の確率で二度と活動しなくなる。70%か。だからといって、このままでは数日中に動かなくなるだろう。動かなくなる。そうだ。ポッドの中で機能を停止、装備としては使えなくなる。どうすればいい。リセットする。しばらく俺に預けてくれ。あんたと BB をつなぐ錐体を切断し、BB をあの世とつなぐ再手術をする。縄を引っ張るように再び死の世界に引き寄せ、BB が装備であるための生と死のバランスを元に戻すんだ。あんたはしばらく BB なしで行動することになるが。マジで？じゃあこいつはどうなるんだ。そうだな。うまくいっても記憶をなくす可能性がある。記憶をなくす？俺を忘れるのか？大丈夫だ。BB の性能には影響しない。俺に任せてくれ。ほら、ほら。大丈夫。ゲームと同じだよ。
またリセットしてやり直すだけだ。だから子供は嫌いなんだ。一発食らわしちゃったね。俺はビーチを通ってきたからひどく汚れたし、ビビーの排泄物でまたひどく汚れてしまった。なんでこっち見た。おお、めっちゃ動いてる。でも自我を持ったか。あ、そういうことか。あ、そういうことね、やっぱね。音声ログに残ることもない。画像から唇も読まれたくはない。もっと近づいて。ダイハードマンに聞かれるとまずい。いいか。なんか隠してんのかい。俺が調べている BB 初期実験の話だ。BB の実験がボイドアウトを引き起こし、当時の大統領が死亡、アメリカ政府は中止を発表した。資料は破棄され、BB 技術は封印された。しかし実験はその後も裏で続いていたんだよ。指揮していたのはストランド大統領だ。ブリジットが。BB は DS を解明する唯一の架け橋だったんだ。いろいろな利用法が検討されていた。BT のセンサーとしてだけではなく、カイラル通信への転用やビーチへの移動手段としての応用研究だ。どれも実用化には至らなかったんだろう。その BB 技術はなぜか今はテロリストが使っている。そのことをダイハードマンは彼に話していいかどうか。彼がいつから大統領の元に行ったのか、顔さえもわからない。サム、あんたの方が付き合いが長いんだろう。あのマスクは前からつけていた。顔にやけどをしたとかで。そうか、そう。本部に蓄積されたデータには最高度の閲覧制限がついている。ダイハードマン以上のクリアランス権限がないと閲覧できない。しかしカイラル通信をつないでいけば、各地に散らばり断片化している民間のデータを統合することができる。それらが関連付けられれば何か分かってくるはずだ。気をつけろよサム。いいな。何かやってるのは間違いないってことだね、ダイハードは。いやサム、あんたには驚かされたよ。まあこれで洗濯の手間も省けたかな。BB を直してくれよな。いや、直すのはあんただよ。あんたにも手伝ってもらわないと。びしょびしょ。内容は
上の配送端末を見てくれ。準備ができたらな。いやえらく近かったな。じゃあ出よう。デッドマン、まあ聞こえない、聞かれないようにってことだからね。まあ共に生きてたからとっくにあれだね、なんか物足りない感じがしてるね。さあルーがいない状態か。ID 認証クリア、武器所持。デッドマンに聞いた、 BB の調子が悪いようだな。いやもえ、今は BB の回復を優先するしかないな。唯一のドゥームスと適合する BB だ。西へ行けばビティとの接触はさらに増えるはずだ。アメリによればエッジノットシティの手前にはタールベルトがあるらしい。ヒッグスが呼び出した BT がいる広大な座礁地帯だ。はあ、そういうところもあるんだね。アメリを救いたいところだ。 BB なしではこの先の踏破は難しいだろう。 BB を回復させるために君にもやるべきことがあるようだ。そこにいるデッドマンから直接話を聞いてもらおうか。サム、今は手が離せないからホログラムの姿で失礼するよ。まずこの辺りのプレッパーズにキューピッドを接続してカイラル濃度を上げてほしいんだ。 BB とステリマザーのつながりを強くするためだ。こいつをあの世に近づけて BB 本来のバランスを取り戻させる。俺の手元に置いてしばらく預かることであんたとは離れた状態になる。つまりあんたとの距離が遠くなる。そうすれば BB としての機能は回復していってくれるだろう。これはひいては我々本来の計画のためにもなるはずだ。いずれにしろその一帯をカイラル通信でつなぐ必要があるからな。その周辺のプレッパーズたちに配送を行ってカイラル通信をつないでいくんだ。その辺りは険しい山岳地帯だ。すぐには厳しいところだが、それでもいくつかの居住用シェルターがある。その住人たちからやはりいくつか配送依頼が来ている。彼らは険しい山奥で暮らしているような人たちだから他人に興味などないかもしれん。我々の頼みを聞いてもらうには手こずるかもしれんが、一つずつ信頼を築いていくしか方法はないだろうな。それからサム、しばらくは BB なしで行動することになる。君の PT 感知力は格段に下がるはずだ。だよね。時が降る場所では特に気をつけてくれ。周囲を十分警戒するんだ。なんか強制的に難易度上がった感じだね。ゴム弾は持っていくとして、なんかそうそうブーツのレベルにもっていう感じはしてきたね。どっちが重い？ああ、近い方が重いか。100はいらん。所持品結構持ってる感じだったね、今ので。ブーツはいいとして。とりあえず、雪山だしね。これでいらない。
で、ロープとはしごがなんかかなり数ぼったんだけど、あれは手持ちにあるかどうかって感じか。とりあえずもうちょい、違う、ちょっと多めでいこっかな。さあ行こう。問題はこうだよね。こうと、いや、まず左から行くか。で、今のところ振ってないが、回ってって言った方が無難な気がするよね。で、ここ登った方がね。山灰に沿って。行きながら行こう。途中なんか乗り物があればそれ活用していく感じでもいいかな。あれだったら。サム、繋がってる？おお。ロックネか。そう、ロックネ。ブリッジズの専用回線で繋いでる。姉さんの後を継いであなたをサポートするよう頼まれたの。私たちはまた一つになった。今でも繋がっている。まだ声が聞こえるの。だから今まで通り役に立てると思う。ブリッジズに戻ったのか。戻るとかじゃない。組織は関係ない。私と姉さんは二人で一つ。姉さんの意思は私が継ぐ。あなたには感謝してる。その分は返すつもり。姉さんが繋いでくれた。まあこれで お手伝いはしてくれるみたいだね。意外と車の移動でも大丈夫そうな感じはしたけどね。めっちゃ落ちてる。いろいろ落ちてるよね。さあ、踏ん張りつつ進んでいきますか。意外と近かったね。でも近いほど大変そうな気はするけど。さあ、橋をかけよう。意外とこの橋はこれね。これで OK だね。
意外とはしごを持ってきて正解だったね。さあ一つ目は配送依頼完了と。さあこれで重量がだいぶ軽くなるはず。サンプル渡して、2%ね。君に頼みたいことがある。もう CA に加盟したい。考えてみた。またなんで。私の医療の技術が皆のためになるのであれば役に立ちたいんだよ。医者だったんだ。意外とすんなりすぎて、この後が怖えな。さあ繋がった。医者が仮面まんまだったね。このハートの形もなんか気になるな。ありがとう。もう若くはないが、私にもまだできることがあるはずだ。そうだ、君の役に立ちそうなものがあるんだ。よかったら持って行ってくれ。ほう。水筒。あ、水筒だ。合ってたんだ。レベル2もらいました。水筒が強化され水筒レベル2になりましたと。回復効果が高いモンスターエナジーを生成できます。あの中ってモンスターエナジーなんだ。はあ。配送で命を救う。そう、一人の命を助ければBTになる可能性も減らせることになる。だから大勢の命を救いたいんだ。君にお願いだ。これからも力を貸してくれ。頼むよ。いいぞ、カイラル通信をつないでくれたな。ありがとう。カイラル濃度の上昇が俺の方でも確認できた。 BB28 だが最大の調整施術が終わった。大掛かりな外科的措置は無事成功したと言える。まだ安心はできないが、人間で言うなら峠を越えたというところだ。ステップの部分を再接続することができた。あとはあんたがカイラル通信をつなぐごとにカイラル濃度の様子を見ながら投薬中心で進める。この調子で頼むぞ。さあ、お疲れ様でした。新しい依頼があります。次だね。受注。サムじゃないのか。時間ないね。今はいいかな。で、こっからよね、問題はね。雪山をどうしても通らないといけないのは間違いないんだけど、時湯が。動き的にこの下の方を通っていったが良さそうか。こうか。
かな、行くんだったら途中で大丈夫そうだったらっていう気もするけどね。さあ行くか。こっちだね。あ、温泉があるんだ、いいね。ちょっとお湯の効果も受けながら。渓谷の湯と胃腸回復の湯。デトックス効果も期待できるかもと。あら、僕が通った後、通った人がいると。そういうこともあるんだね。いやー、いいよね。雪山。まあ、雪が降ってる時の温泉、気持ちいいよね。出るか。ブーツの替えは、どっちも新品だから大丈夫そうだね。バッテリーの充電が完了した。さあ行こう。いや、行こうと思ったがなかなか険しめだね。まあ、あの辺り登っていってはしごをかけたりとか、ちょっといろいろしないといけなさそうな気はするね。頑張ってください。さあ、これは登れるってことか。まあ、登ろう。さあ、雪は降ってきたね。危ない危ない。一旦畳んで、ああ、やっぱりそうか。そしたら、これどうなるんだろうね。すげえ、かかる。え、これいいの？やべえな。ジャンプ。ジャンプはどう考えても後ろに行くとして、あ、本当だよ。そしたらどうしよっかな。よし、これで行ってみよう。まあね、やるだけやってみないとね。
まあでもどっちみちあそこで一個無断してたのはねっていう気がするね。おほう、この道をたどって頑張ってください。いやーすげえな怖いよねこんな道ね。そこ登ってだね。さあ踏ん張って そうやね、ちょこちょこね、落石の音が。よしよし、よしよし。いける、いけるがっていう感じか。じゃ、もう一個仕掛けて。いい感じに。で、ここはさすがに登れんよな。さあ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 。普通だったら落ちる。普通だったら落ちる。うん、いい感じにはなりつつあるな。あ、靴壊れそうか。こっちの方が良さそうだね。鉄砲だね。まあ斜面がきついのは変わらずだね。これ雪山に強いのとかなんかあんのかな。多分それはあのプレッパーズとかいろいろお助けしたらだろうね。いやてかやべえな、これ雪崩来たらおしまいだよね。危ない。
時雨は多分避けれたはず。さあ続けて、いやーこれは険しいぞ。おお、ついたついた。さあマーカー付近に着いた。あの上か。あーゲットしたが、あの山の行けるのか。あ、使うか。そんな使うとこないしね。おい、どうせここ誰か使うだろう。結構ね、これロープ役に立つと思うよ、今回。おい。いいね。武器処置を盾に施設内では武器を強制ロックします。異常なし。ようこそサムボーダーブリッジ。はい、レター。おお、すごい焚き火。プライベートボックスだ。そうか、ここ後っぽいな。ここ後っぽいね。この辺りがね、まだ通信つながってないから。道がね、そんなできてないんだよね。絶対ここ誰かいるでしょ。あ、これはあれか、ハートの湖か。おお、あとは天気予報だ。いやー、いい感じに流れていってるね。これちょっと今のうちにうまいこと活用しない。大船、終わりだったね今ね。ミスってたらね。待て待て、なんかさっきからね、落石なのか雪崩なのかわかんないけど、すごい不穏な音がすんのよね。でも
問題は一回上がるか左のが良さげだな。さあパワースケルトンでちょっと無理やりでも。ああやっぱ入るね。まあ上抜けたとしても仕方ないか。おお、すーげー。そうだよね、決勝あるよね。あー雪も降ってきた。まあ、とりあえず、進むべき道に戻って。山を越えていこう。どこで曲がる感じだったかな。あ、やっぱここだよね。意外と、はしごありゃいけんじゃねえかな、正面突破で。さあモンスターエナジーを飲んだ。結晶の数、ただほぼほぼ埋もれててどのサイズか分かんないもんね。さあここ頑張って登ってみるか。もちろん短縮できるところはしながらね。おお滑る滑る。お頑張れ頑張れ。3頑張るんだ。よしよし。さあ一旦休憩入れて。やっぱほとんど黄色のところは厳しい感じか。さスタミナもなかなか回復しないね。ここまで来れば、お、すげえな、この斜面登ったのか、その感覚ねかったの。
楽したい。こっちのがね、確実にね、うん、やっぱ登れたね。したか。もうちょいもうちょい。ただこっからどう行くかだよな。建造物や国道は特急の影響でゆっくりですが劣化していきますと。劣化していくと機能が使用できなくなり、その後風化してなくなりますと。やっぱ劣化するんだね。必要な空間がありません。ここ。よし。まあこれ降りていくけど、そもそもこうね。こんな感じだからね。こう見てるとね、ほぼまっすぐにしか見えないんだけど、こうか。これ掴むのは大変そうだな。やばい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 。おお。マジか。滑ったな。まあ使うか。いやー、雪山はやっぱ難しいわ。さあ、高反発スプリングを納品。11。ああ、よかったよかった。そこまでって感じだね。
さあ、ルートの拡大で 4.606。 あなた、カイラル通信もつないでくれるみたいね。通信をつないだら一部とはいえ外部の情報にもアクセスできるんでしょ。私の研究成果もみんなに見てほしい。みんなが共有して使ってくれれば素晴らしいじゃないかって。 UCA に加盟するわ。だよね、してもらわないとここまでの苦労が。ほんとここまで大変だからね。パイルスケルトン。おう。わあ、ありがとう。それじゃあよろしくね、サム。来てくれてありがとう。寒いから気をつけてね。サム、ありがとう。BB28 は順調に回復に向かっている。つまり理想通りあの世に近づいているということだ。痙攣のような発作的な症状も見られなくなった。あんたも BB なしで厳しいと思うが、引き続き頼む。まだか。まだか。この子、いや、この装備品のことだ。サム、新しい依頼人から配送依頼だ。マウンテンノットシティの配送端末で依頼を受けてくれ。病人がいるらしい。頼んだぞ。ほう。新しい依頼があります。ってことは戻る感じか。さあ、パイルスケルトン。それはロボット工学者が作ったアクティブスケルトンね。雪山などの悪路で使ってみるといいわ。活躍してくれるはずよ。へえ、作るしかないよね。まんまだね。で、こっからどう戻るかだよね。まあ、行きますか。戻るしかねえ。いいえ。めっちゃ苦労はしてるけどね。いや、めっちゃ快適だ。あ、この上りとかもやっぱ変わってたんだ、多少。動きが全然違うもんな。まあ、無茶はダメだけどね。さあさあ。これは。そこはダメか。
意外といけるもんだ。おお、使わなかったな。これは登れない。
さあ戻ってきた。アサルトライフルレベル3。さあ上限も上がったね。急いでた。リサイクル。これで、軽くなったと。登山家へ抗生物質を届ける。遠い遠い。よし、受ける前に、休憩して、今回そこまでにしよう。いやー、お使いの距離がすげえな。しかもブリッジベイビーなしだからね。さ、はい、ということで、今回ここまでにしたいと思います。いやー、距離がすごいことになってたね。まあまあ、ちょっとね、大変ですけどね。また次も頑張っていきたいと思います。それで、それでは、ここまでとなります。いや、疲れた。まあ、そうですね、チャンネル登録、高評価もぜひよろしくお願いいたします。それではまた次回会いましょう。ほんじゃ、また。最後までご視聴ありがとうございました。エルザレットゲームズチャンネル登録ぜひよろしくお願いいたします。また、チャンネルが面白かったら高評価もよろしくお願いします。他のゲームもたくさんやってますので、ぜひまた遊びに来てください。それじゃあ、またね。